俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあアップデート告知の方が、まあ、新しく来ましたんで、それについてまとめていこうと思います。それやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、一応ですね、今回来てるんですよね。ただまあ、今回もこんな感じでね、何書いてるかわからんよ、みたいな、感じになってると思いますんで、まあ日本語にね、変換したやつを見ていこうかなというふうに思います。はい、というわけでね、話していこうかなと思います。まず一つ目が、まあ天下のコラボレーションの方が始まるっていうふうになってますね。まあ30から17までっていうふうに、まあ約ですね、3週間ないぐらいですね。はい、の期間の間、天下コラボの方が、されるっていうふうになってます。まあ新しいスキンとかが出ますよって感じですね。夏のスーパーカー無料というわけで、6月30の方からマセラティとケーニグセグが無料で運転、まあ体験の配布っすよね、がされるっていう風になっています。でプラス、まあ、永久版のですね、同じようなスーパーカーの方が手に入る可能性もあるっていう、まあなんで、まあケーニグセグとか、まあクーペの方持たれていない方はワンチャン、まあ永久版が手に入る可能性もあるっていう風に覚えとけばいいと思います。あとも30の方からなんか無料の活動みたいな、まあ普通にイベントでミッションがみたいな風なことが書いてありますね。とあとチップ交換の方ですね、チップショップの更新っていうのがあって、まあ夏のスキンっていうのが入手できるっていう風になってますね。で、あとは6月30から、まあ、3日の間まで、まあ4日間ですよね。はい。4日間の間、またチャージ特典の方が来るっていう風になってますね。あとはまたコインの交換イベントが2週間ほど来るっていう風になってます。まあミッションをこなしてコイン集めてなんか交換するみたいなんですね。で、あとはですね、一応その、まあ前にギンナさんが発表されてました、まあショットガンのですね、まあ弱体化とか、まあ強化の方とか、そこら辺ですね、ガトリングガンですね、の強化の方とかが、まあ一応告知の方に書かれてあるっていう。まあこの数字とかはまあね、まあギンナさんとか、まあ僕の方とか、コミュニティ欄とか、まあツイッターの方に出してますけれど、まあその数字とまあほぼほぼ同じようなことが書かれているっていう風になってますので、はい、まあ一応そこら辺のまあ強化とか弱体化があるっていう風に覚えておくといいと思います。公式サイトのチャージセンターを使うだけでいつもより多く課金できるのだ。で、あとは、まあ、三つのですね、まあ、顔文字の方が配布されるっていうね、顔文字の機能さ、使ってる人おるんかな？戦闘中にするやつね。はい。よくわかんないんですけれど。で、あと、まあ、ポイントを支払うことで入手できる、覇王軍。これ、まあ、ちょっと翻訳おかしいんですけれど、まあ、栄光ガチャの方ですね。はい。これどういうことかっていうと、栄光ガチャの毎日のその割引、例えばその、ゴーゴーフェスとか、周年の時みたいに、まあ、10連分だけ毎日割引パーセンテージでされますよっていう、あれあったでしょ。まあ、んな感じのことが栄光でも行われるようになるっていう風になってますね。で、プラス、栄光の改変に関しましては、もっとエキサイティングなコンテンツがありますので、ということで実際まあログインして確かめてくださいねっていうことが書かれてますんで、まあ、これ以外にも栄光の改変が来るっていう風に覚えておくといいと思います。で、次ですね、戦闘時の無敵時間を削除してルームモードでの戦闘時の無敵時間を追加しましたっていうわけで、まあ、ダウンした時のまあその設定だったりとか、まあ、ダウン飛ばしができるようなまあ仕様の方がまあおそらく追加されるのかなっていう感じのまあ記載の方がありますね。ダウン飛ばし結構まあ待ち望まれていた方多いと思うんで、まあ、そこら辺がカスタムできるようになるっていう風になってますね。まあ、以上が今回の改変要素ですよね。まあそんななんか、そうですね、天下コラボが日本に来るかどうかによってすごい変わってくると思うんですけれど、まあおそらく来ないんかなっていう、まあしばらくはなんか交換イベントとかで、まあ楽しみながら、まあ俳句とかもどういう風になっていくかっていうところで楽しみにしていけばいいんじゃないかなっていう風に、まあ思います。荒野行動勝てないのだ。そうだ、そんな時はチャージセンターで金券をたくさんゲットしよう。金枠の銀杏がみんなを待っている。今なら解放の戦士にかも当たる。ドンドットットドンドットット。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、エヴァンゲリオンコラボ来るとしたら7月末を予想と。まあでも夏休みぐらいでしょうね。だいたい7月末とか8月頭ぐらいに小屋コードウンベコラボレーション持ってきていることっていうのが、まあ、多いと思うんですけれど、まあ毎回その小屋コードウンベってまあそういう大きなタイトルを持ってきて釣るっていうのが上等手段じゃないですか。コラボレーションを使って釣っていくっていう、まあそこを考えるとどうなんでしょうね。まあ小屋コードが逆にその考えると釣れるアニメタイトルってもうそんなないと思うんですよね。まあ既存のタイトルで言うとエヴァエヴァンゲリオン、進撃はもう M4 ないからね。進撃 M4 と16ないんで、もう釣れないし、あと既存タイトルで釣れるやつってなんかあるかな。ワンチャンまあ KOF とか、KOF の久保がまあ配布とかまで行ったらまあ釣れると思うんですけれど、他のタイトルでまあ直近やってなくて釣れる要素ってなかなかないんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。まあ東京リベンジャーズとか呪術廻戦とかはまあ既存でやったタイトルではあるんですけれど、スパン的に言うと少し短いからですね。そこら辺は一回抜けといて、まあ1年前後ぐらい経っている、それ以上経っているタイトルで言うと、もうそれぐらいしかないですもんね。はい。まあ、新規タイトルとかやったらね、結構まあ釣れるタイトルまだあると思うんですよね。例えばスパイファミリーとか、スパイファミリーコラボレーションが来たら結構釣れると思いますね。まあ、鬼滅の刃はもう無理かな。鬼滅は無理かな。あとなんかあるかな、釣れそうなやつね。タコピーのやつとかももうちょっと遅いし、怪獣なんちゃら号とかもちょっともう遅いもんね。今だったらスパイファミリーじゃないですか。それかまあワンピース。で、次ですね、エヴァ来た時に今回のフェアリーテールの時みたいに武器だけのガチャあったら神と。いや、ありそう。なんかエヴァンゲリオン来るとしたらさ、武器が
ガチャ60金券、1万円で確定枠。やってもおかしくないですよね。確定枠ゲットしたら、まあ、今までのエヴァンゲリオンの金獣スキン、どれか選択してゲットできますみたいな、実装してきそうな気配はありますよね。まあ、できれば補給勲章のガチャでお願いしたいですけどね、あのガチャ実装するんだったら。そしたら結構いろいろ使い回せるんで、楽なんですけれど。まあ、それなんかやりそうな感じ、なんとなくありますよね。まあ、それしても安売りにはなりませんからね。前にそのペンペンを通常でそのゲットしたら、まあ、割引でエヴァンゲリオンの6号とか購入できますよっていうイベントがあって、まあ、あれも5000金券ちょいぐらいで、まあ、購入できましたんで、まあ、仕様で言うとトントン、まあ、若干ガチャの方が安いぐらいですかね。他に手に入るアイテムとかの期待値考えると。ですので、まあ、若干安売りですけれど、まあ、そんな下がるわけではないっていう具合ですので、まあ、全然なんかそんな感じで持ってきてもおかしくないかなっていう。あれ結構今回成果上げてると思うんで、まあ、次回以降いろんなコラボレーションで、あの仕様っていうのはなんか持ってきそうな、そんな気はありますよね。で、次ですね。今マガジンコラボ来ていますが、東京リベンジャーズのガチャ復刻あると思いますかと。まあ、東京リベンジャーズとか、7つの滞在は、復刻するタイトルの一覧に入ってなかったですもんね。まあ、なんちゃらかんちゃら、などって書いていて、まあ、などの中にその2タイトルが含まれているのであればあるかもしれないですけれど、含まれてないならないっすよね。まあ、でもやるんだったら一覧表示すると思うんですよね。していないっていうことは、そういうことなんかなっていうふうに僕は思ってます。で、次ですね。競技用の新マップ配布出してくると、まあ、競技新と言われながら、結局そういう新マップってのは来なかったですよね。はい。まあ、今来たところでもう遅いと思いますし、もう遅いだろっていうふうに怖い行動不明も、思ってそうな気はしますよね。それだったらまあまだエンジョイ系のマップ出した方がいいだろうっていう、効果はあるだろうっていう計算をしているような気もしますね。はい。今更だって、競技用の新マップ出したところで、まあ、競技シーンだったりとか、そういうガシりたい人っていうのは、エペモバに行くと思うんですよね。エーペックスモバイルに行くと思いますんで、普通に考えたら。僕がプレイヤーだったらそうしますもん。ガシるために時間使いたいっていうふうに思うんだったら、まあ、日本だけでしか展開されていない怖い行動と、まあ、世界で展開されているエーペックスモバイル。チャンスがあるのはやっぱ、数字が多い、分母が多いエーペックスモバイルだと思うんで、まあ、分母が多い分、そうやって上手くなっておけば、どこかでその伸びるチャンスはあるわけじゃないですか。まあ、日本人に見られなくても、日本人以外の人に見られる可能性もあるっていう、まあ、そういう計算も普通はすると思いますし、まあ、そこら辺考えるとね、普通はね、エーペックスに行っちゃうと思うから、今更出してもね、っていう風に思ってそうじゃないですか。で、次ですね、ケーニングセグなくなったら、栄光の金車の数減るよね。また新しい金車が追加されるのかなと。まあ、なんか、何やかんやね、更新があるっていう風に書かれてますんで、するんじゃないですか。まあ、そのゲーム内に入ってから実際確かめてくださいねっていう、まあ、発表されていない様子とかも、まあ、あるっていう風な、まあ、記載はありましたんで、まあ、何かしら追加とかありそうな気はしますけれどね。まあ、ケーニングセグなくなったら、まあ、入れるものってもう、あんまないですからね。まあ、適当なね、通常色入れるしかないと思うんで、はい。永遠とかね。まあ、そこら辺が入ってくれるとなんか、いいですよね。まあ、やっぱ、いろんな人が待ち望んでいるのは、マクラーレンのクーペの方が入るといいですよね。はい。まあ、結構入手するのめんどくさかったからですね。あれが入ってくれるといいなっていう。マクラーレンセナでしたっけ？まあ、あれが結構性能的に強いんで、まあ、ジェスコと違ってですね、タイヤ割られても結構動けますし、ジェスコね、タイヤ割られたらマジクソ遅いからさ、弱いんだよね。うん。まあ、なんでなんか使いづらいなっていうふうに思うところはあるんですけれど、マクラーレンセナが入ったら結構ね、そこら辺も、まあ、使う人っていうのが変わってきそうだなっていうふうには、思いますね。小屋行動ゲームだ。今は200連ガチャ無料プレゼントだし、今度こそガチャを引くぞ。なんだ、紫しか出ないじゃないか。こんなクソゲームはおしまいだ。なんだと、銀杏にデートに誘われたぞ。食わけないだろ。いや待てよ、隠しアイテムがあるかもしれない。なんと金枠スキンだ。最強セダンだ。やはり荒野行動は神ゲーだ。君も今すぐダウンロード荒野伝説。